こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今日も一言あります。今ですね、概要欄から LINE のお友達を募集してます。 YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。 Twitter、Facebook もやってます。ではですね、今日はデートの予定が決まらない本当の理由というお話をさせていただきたいと思います。で、なんかね、気になる女性とやり取りをしていて、デートのお誘いをしても断らないんだけど、でもなかなか予定が決まらないっていう時ってあると思うんですよね。それって一体どういうことなのか、ね、断られてるわけでもない、だけどなかなか決まらない、アポが取れない、ね、不思議に思う時ってあると思うんですよね。それは一体どうしてかっていうと、優先順位がやっぱりね、ちょっと低めになっちゃってるんですよね。で、他のもっといい予定があったらそっちに入れたいから、空いてる日なんて本当は分かってるんだけれども、ギリギリまで答えないとか、そういう女性もいたりします。なので、優先順位を上げるためにはどういう LINE を送ったらいいのかなっていう感じで、考えてね、送ってみるといいと思います。ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。 Twitter、Facebook もお願いします。はい、ではですね、今日は、私ですね、なんかね、得体の知れないあざがめちゃくちゃあって、で、一回ね、Facebook に投稿しようかなと思ったら、ちょっとリアルすぎてやめたんですけどなんかね、あざがいっぱいあるんですよね。あざを消す方法あったら教えてください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。